イタリアの女優。妹は映画監督のアリーチェ・ロルバケル。1979年2月27日、フィレンツェに生まれる。イタリア人の母とドイツ人の父を持ち、ウンブリア州で育った彼女は演技の道へ進むために大学の薬学部を中退した。ローマに移り住み2003年にイタリア国立映画実験センターを卒業。2004年にカルロ・マッザクラーティ監督。 再発見された愛で映画デビュー。その後は2005年のルカグア・ダニーの監督、メリッサ・ピー・アオイ・ツボミア2007年のダニエレル・ルケッティ監督、マイ・ブラザーに、早くで出演。校舎では映画実験センター時代に苦学を共にしたリッカルド、スカマルチョと共演を果たしている。2008年、シルビオ・ソルディーニ監督、日々と雲行きで、 ダビット・ディ・ドナテッド賞女演女優賞を受賞。2009年、プーピア・バーティ監督、ボローニャの夕暮れで、ダビット・ディ・ドナテッド賞主演女優賞を受賞する。2012年には、2009年に、社会問題に発展した、エルアナ・エングラーロの安楽死を扱った、マルコベ・ロッキオ監督の、眠れる美女に出演する。2014年、夏を行く人々で、妹アリーチェ・ロルバケルの映画に初出演。 自伝的要素を少し含んだ、属世界から離れて暮らす家族の物語で、決して明るい映画ではないのだが、そのインタビューや対談から、姉妹の中の容赦が伺える。同年、サベリオ・コスタンツォ監督の、ハングリー・ハーツでで、アダム・ドライバーと共演。脅迫観念に駆られて、子育てをする、母親役を演じ、第71回ベネツィア国際映画祭女優賞を受賞する。 2018年から放送されているベストセラー原作のテレビドラマシリーズナポリの物語ではナレーションを務める。また同じ年幸福なラザロで妹アリーチェの長編映画に二度目の出演。これがカンヌ国際映画祭脚本賞を獲得し、再起ふれるドルバケル姉妹の姿を世界に印象づけた。私生活のパートナーはハングリーハーツ。 ナポリの物語で監督を務めたサベリオコスタンゾ。ありがとうございます。